恵みはさ、あとは意識の問題だと思うよ。本気の出し方知らないでしょ。はあ？俺が本気でやってないって言うんですか？やってないんじゃなくて、できてないんだよ。例えばさ、この前の野球、なんで送りバントしたの？自分がアウトになっても野原の塁を進めたかった？それはご立派。バントが悪いって言ってんじゃないよ。野球は団体競技、それぞれに役割があるからね。でも呪術師はあくまで個人競技。他の術師との連携は大事でしょ。まあね。でも周りに味方が何人いようと、死ぬ時は一人だよ。君は自他を過小評価した材料でしか組み立てができない。少し未来の強くなった自分を想像できない。君の奥の手のせいかな。最悪自分が死ねば全て解決できると思ってる。それじゃ僕どころか七海にもなれないよ。死んで勝つと死んでも勝つわ。全然違うよ。